源の信明は、平安時代中期の貴族、家人。高校源氏、右大弁、源、金忠の子。下には下、十四位した、陸守。父と同じく三十六家善の一人。上平七年父、金忠の五位蔵人辞任に代わり、鈴木天皇の六位蔵人に、武任。式部進むを経て、天行五年十五位した、若狭守に助任される。 その後も、ビンゴシュ、シナノマモル、エチゴマモル、ムツマモルなど、スザク、村上、霊勢の三長にわたって、事業として長く地方官を歴任し、遅国の功労により、天略2年15以上、天徳5年生5位下、アンナ元年14位下と昇進した。天六元年即去、去年61、最終官位は3位、14位下。 歌上皇が崩御した時の愛称歌をはじめとして、村上天皇の名所へ屏風歌、須作天皇王女、政子内心の重疑の折の屏風歌など数多くの歌が残されている。女流歌人である中司とはかなり親密な関係にあったらしく、彼女との贈答歌は、信明衆にも一連の歌群として収録される。他にも、源の公平の三女や官員大君とも交渉があったらしい。 五千和歌集以下の直線和歌集に二十二種日に集。歌集に信秋集がある。三十六人歌宣伝による。中期のないものは尊卑文脈による。ありがとうございます。